NHK から国民を守る党、小野沢武49歳。IT 専門学校を卒業後、税務会計職を経て、IT 会社の役員として管理本部長を経験。現在は政治活動に専念。では、小野沢武さんの政見放送です。ご紹介いただきました小野沢です、皆さんよろしくお願いいたします。正直大変緊張しております、今日はですね、皆様に大変良いお話を持ってまいりました、ちょっとですね、所属する組織を変えるだけで皆さんがハッピーになれる、そんな素晴らしいお話をしたいと思います、皆さん NHK ってご存知ですか？アルファベットの N、 アルファベットの H、 そしてアルファベットの K で NHK です。日本の放送局になります。私どもですね、 NHK から国民を守る党のから参ったんですけれども、我が党の人間がよくですね、 NHK をぶっ壊すなんて言っておりますが、私はそうは考えておりません。 NHK はぶっ壊すのではなく、目標とする、目指すものだと考えております。今日はですね、そんな素晴らしい NHK について語っていきたいと思います。まず NHK の素晴らしい点、お給料がいいです、皆さんご存知でしょうか、職員の方々の平均年収1800万円になります。会長になりますと3000万円、こちらですね、日本の総理よりも大きい金額になっております。いいでしょう。こんな素敵な会社ぶっ壊すなんてとんでもないと思います。ぶっ壊すのではなく、入社する方向をぜひ私は進めたいと思います。そしてですね、この NHK なんと不況に強いんです。どれだけ強いかと申し上げますと、もうびくともしないぐらい強いです。なんで強いかご存知ですか？そうです、先にですね、予算が決まってるんです。その額なんと7000億円です。先に収入決まっているので、まあ、NHK はびくともしないわけです。もちろんですね、こちらの皆さん の、 診療徴収から賄っております。しかもご存知でした？NHK の受信料徴収率、実は 100% じゃないんです、80% ぐらいでしょうか。要はですね、残りの 20% ぐらい受信料払ってない不届き者がいるわけです。じゃあ 20% 予算減るんじゃないのって心配してらっしゃる方いると思うんですが、大丈夫です、受信料をお支払いいただいている 80% の方々の料金に上乗せして、予算達成しておりますので、NHK はびくともいたしません。でも残念、NHK そんなに簡単に入社できるもんじゃないですよね。例えばですよ、パパが、よしパパ、明日から NHK で仕事しちゃうぞなんて言ってできるもんじゃないですよね。私も無理だと思います。しかしですよ、 NHK には集金人という制度ございます。まだ諦めるのは早いです。皆さんのご自宅にも多分ですね、来られたことあると思うんですけども、エリートとはちょっと違うかなっていった感じの庶民的なですね、おじさんとかお兄さんとか、まあ、来られると思うんですが、あの方々です、彼らですね、 NHK の職員ではなく、 NHK から委託された会社から派遣されるスタッフになります。こちらでしたら NHK の職員よりもはるかに皆さん目指しやすくなる、職業だと思います。でも NHK の職員みたいにお給料もらえないんでしょって心配される方もいらっしゃいますよね。まあ当然だと思います。彼らですね、1契約取ってくるごとに1万5000円の報酬を得ております。でも、ちょっと待ってください。例えばですよ、コンコンコン NHK です、コンコンコン NHK です、コンコンコン NHK です、もしも3件もあってこれ契約取れたらいくらになると思います？そう、4万5000円です。例えばですよ、1日で4万5000円稼ぎました。そしたらどう考えます？もう今日帰っちゃおうかなって思ったりしますよね。そういったお仕事ができるわけです。しかもこの NHK の集金人、夜訪問することができるんです。昨今ですね、働き方改革で残業代とかも抑制されて、住宅ローンお支払いするのをね、苦しんでらっしゃる方結構いると思うんですが、 NHK の集金人そんなこと全く関係ありません。しかもですよ、例えば、まあ、NHK の料金払いたくないなんてね、わがまま言ってらっしゃる方結構いると思うんですが、彼らから料金徴収するにはどういった方法があると思いますか？そうです、
仕事から帰ってきて疲れた瞬間を狙うんです。そうするとね、まあもういいやって払いたくなるケース多々あると思うんですね。また、まあ、豆に通って、諦めさせるっていう方法もあるかと思いますとですね、まあいろいろと NHK の素晴らしい点お話しさせていただきましたが、そろそろですね時間が押してまいりました。ですので、最後にですね、まあ、我々の党でいつもさせていただいておりますあの挨拶させていただきます。参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊さない、ごめんなさい、私はぶっ壊さない派です。というわけで、皆さんよろしくお願いいたします。参議院山形県選出議員選挙候補者、 NHK から国民を守る党、小野沢武さんの経歴と政見放送でした。